皆さんこんばんは。今日はイル・トルバトーレ・ジュゼッペ・ベルディの作品のうち、ディ・クエル・ラ・ピーラというアリアの高音を比較してみるということです。前回同様、ストップウォッチが出ていますが、長さで決めるわけではありませんが、このぐらいの興奮で、このぐらいの声で、一体何秒伸びていたんだろうというのも一つの、素人、我々、オペラを聴くオペラファンの楽しみとなります。プロの世界を、これ 0.5 秒長かったからこっちの勝ちとか、そういうアホなことをやるんじゃなくて、一つの面白さを追求する手段としてこういうことをやってみようということです。フランコ・ボニゾッリ、この歌を大の得意と自負しているボニゾッリの、高いドの音が2回出てくるので、2回をそれぞれ分けて聞いてみます。まずはオーテーという最初のドです。はい、これは4秒弱でしたね。長い方、短い人だと1秒続かないこともあるんで、最後のドが長いですからね。そしていよいよ、最後のアルアルミという長いドですね。はい、9秒弱ですよね。これ長い方です。だいたい4秒か5秒6秒なので、もうこれでね、10秒以上ってことはまずあんまり考えられないんです。強い声ですからね。キューキャーいいだよかも、こちらの方がやっぱり難しい。音が一音高いわけで、チェレステアイではシベモーレベーシの半音下っていうテノールで一番よく出てくる高音ですが、これはドです。中には半音落としてる人もいるんですけど、これは長いです。でこの人はもうちょっと伸びるけど、ね、アンコールをやろうと思ってます、もう最初から。ですから少し抑えたから、やるぞってと、でこういうアンコールやりますね。さあ2回目の、はい、2回目も4秒にはいかなかったけど、長い方ですね。ここで長い合唱があって、喉を休ませてから、どのぐらいですかね、これ1分以上あるんですかね、長いけど、本当はテノールここで歌う歌詞が全部あるんですよ。でも最後のアルラルミアルラルミしかやりません。さっきはちょっと1秒ぐらい短かったんでしょうか。でも2回歌って、これは大したもんです。一つ言えば、アリア、このアリアだけ歌ってますからね。オペラで歌ってるとここまで自由には歌えないと思います。なぜかというと、この歌の前にアーシーベンミオという難しいアリアがあるんですよ。ラベモーレラベモーレシベモーレっていうね、ちょっとラー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 って同じ音が続くて、結構重いアリアがあって、それからマンディコケ ラジンガラとかタタタタッチってこう怒ってディゴエラピラを歌うわけで、一曲これに集中したコンサートとは違うわけなんです。舞台の本番ではもうちょっとドの音が短くなるかなと思いますけど、ボニゾリ先生、非常にボニゾリ何回も聞きましたけど、アイーダ、ベローナ のアレーナでアイーダ来ましたね。その時もアイーダの後半をアンコールビスをしていましたね。全部じゃなかったんですけどね、オペラの最初だから。フランコ・ボニゾリです。次は一応ドミンゴを聞いてみましょうかね。ドミンゴはちょっと待ってくださいね。
どこにあるんでしょう。こっちが最初ですかね。最初の王庭っていうところです。2秒いかなかったですよね。おーてーってちょっと音がまあいろいろありますが、この人は最高音を聞く歌詞ではないので、ラとかスイベモーレ、アーとかベーを聞くスピントの歌詞ですよね。さあこれライブですが、海賊録音ですかね。音がよくありません。で、ライブはね、マイクの置く位置によってオーケストラが大きかったりなんかで、まあこれはね、オーケストラがフルで金管もなっちゃうんで、なかなか声を飛ばすのは大変なんですけど、まあ、劇場にいればもうちょっと聞こえてたと思いますね。まあ、5秒、彼としては続いた方なんじゃないかと思います。ドミンゴ。あのね、中音から高音の初めにかけて濃い色で出すけど、最高音はあんまり持ってないという歌手です。次誰行きましょうかね。あ、重い人が続いたんで、ルチャーノ・パヴァロッティ。パヴァロッティもあの後半のアメリカ行って有名になってからの半音下げるっていうやつじゃなくて、1978年、まだ彼が元気っていうかね、若さをたたえて歌っていた頃の78年のを聞いてみましょうか。でもまあこう短めですよね。3秒は出してない。それでどうでしょうか。この次の高音はこれパヴァロッティですね。合唱の間はずっと動かないですね。太ってるからね。長い方です。8秒を超えました。パヴァロッティ最後にメーメーアララメーってこうひっくり返って終わるのが結構ひっくり返るっていうか、切る時にですね、ギリギリ伸ばしていると、あのひっくり返ってるんですね。アララメーじゃなくてアララメーってこうひっくり返る。NHK イタリアオペラでもリゴレットで最初に来た時にペンシエってひっくり返って終わってますよね。つまりひっくり返るか返ないかの薄いところに出しているから、まあ、いい高音が出るんです。ペンシアーって完全に折って出すと前に飛んでくる声も薄くなる。よくひっくり返る直前で歌えよって言う人もいます。パヴァロッティの場合はまさにそうです。ちょっとアペルト気味、あの明け気味で出しますのでね、声のボリュームが少し歴代のテノールよりか小さくて軽いので、どうしても開けて出してあのボリュームを稼ぎたいということがあったのかもしれません。でも1978年のライブですから、これはまだパヴァロッティやる気がある頃のですね。さあ次は重たいジャコミニ先生。ジャコミニはね、すっごい声でドラマチックに歌いますが、このディクエラピーラーちょっと高すぎるのでどうかなって思いますが、聞いてみましょう。実はちょっと大きいかピッチが低いですね。おーたーって音程が低いっていう感じじゃないけどピッチが低い。でも彼にしては4秒弱ですから、かなり伸ばしています。ジャコミンの後半の長い音ですね。これはあの、なんですかね、伸びないのかなと思ったら、あらあるミのミに入ってから結構伸ばしましたね。すごいです。
実、こう頑張って出していますね。彼がすごい一生懸命調子がいいとブワーって桶を抜けて太い声が聞こえてきます。どうでしょうか。次は誰ですかね。ちょっとこの、マルティヌッチ、ニコラ・マルティヌッチ。アイーダの時は最長不倒距離。ね、ああ、ちょちょちょ、10秒ぐらい出してましたけど、パパロッティもね、1971年から69年のレコードでは、アラールミーって13秒出してますけど、あれはまあレコーディングのね、あれだったんでしょうね。本番ではそんなには出るもんじゃありません。ニコラ・マルティヌッチのディ・クエラ・ピーラ。不調ですかね。鳴りも悪いし、あれですね、ちょっと、音も低いけど。はい。まあね、本番では受けますけど、比較して聞いちゃうとちょっと地味だな、暗いなっていう感じになっちゃいますよね。で、フランコ・コレルリ先生、どうでしょうか。期待しましょう。ね。ポッと。おーっと。短いけど、さっき聞いたマルティネッチとはわけが違って、ビヤーンって前に飛んでくる音がすごいですよね。最後のアラルミアラルミの高音はどうでしょうか。長いと感じましたが、8、長いと感じましたが8秒はなかったんですね。でも充足感があるので、この高音はすごいですね。今日聞いた中では一番じゃないでしょうかね。だから彼が一番ということではなく、ライブは調子不調子、その時のねがありますので、音程もちゃんと原曲通り、あるいは半音したとかいろいろ加味することはありますが、あーって前出てくる、そやな声ですけど、光がすごいと思います。じゃあそのコレリが、デルモナコかという、デルモナコの方はどうでしょうか。ああ、違います。これを先にやってはいけません。もう一個前の手から聞いてみましょう。すごい顔してますね。4秒いきませんが、充実した高い音ですよね。大したもんです。で、最後のとこです。あら、ミーがなくて、あらあるって終わっちゃったんですかね。でも5秒続いて、これはどの音じゃないですかね。いつも半音落としてやるはずが、幻聴で歌ってるんですね。若い頃ですかね。5秒続けば大したもんです。ミーがなかったけど、あらで、本当はね、マードレイン・フェリーチェって歌うところがあるんで、そこを合唱だけでやってますけど、聞いてみましょうね。彼は歌ってないと思います。レコードでも歌ってない人もいますが、カルロ・ベルゴンジとか、ユシュ・ベルリンクは全部歌ってますね。で、全部歌ってる人は最後のラールミーはやっぱり短いです。しょうがないですよね。そこで労力を使うわけですから。で、この前にもアース・イーベン・ミーをすごい難しいアリアがあります。ちょっと聞いてみましょう。ちょっとさい、待つ、ちょっとどういうことかというと、ここでアリアが
お休みで合唱ですね。ここでも喋りに歌う言葉はあるんですよ。でもここは省いてもいいことになってます。あ、で2回目ジュゼッペ・ベルディ2回書いてますので、これ1回で端折ってテノールやラルミに出させる指揮者もいますが、まあ今は全部2回やってテノールに十分なお休み。うん、アラールで、アラール2はありませんね。これはスタジオ録音ですから、それは条件がいいに決まっています。決まっていますが、まあね、いろいろなことがあって素晴らしい、あるいは意外にオーケストラを抜けてこないという声もあったかと思います。録音をどこでしたかっていうね、ちゃんと劇場の上の方で釣りマイクで撮っているのか、あるいは海賊版でどこかでもそもそ撮ったのかっていうことによっても違います。ただ劇場の中の座る位置によっても違うんですよ。よく1階の後半の真ん中がいいなんて言う人がいますけど、それは違います。こう真ん中は音が抜けるんですよ。だから、まあ、本当の音が来ると言えれば言いますけど、オーケストラが結構強くうるさくなってくると声が聞こえません。壁寄りだと壁を伝わってオーケストラも来ますが声も来ます。少し硬い音になります。だから真ん中と外側劇場のね、それから前と後ろ、それから3階4階5階となる高いところ、それぞれのホールによっても違うんです、音質はね。まあ、そういうことを過去に言いましたが、あまり皆さん音響には興味がないようでしたので、まあ、いろいろマイクの取り方によって違いますよっていうお話です。今日はディクエラピーラの1960年代70年代、まあ、60年代かな、50年60年を駆け抜けた名歌手のリクエラピーラをお送りしました。その前の人や最近の人でもやりたいですね。もっといろんな歌詞やればいいんですけど、長くするとね、ある著作権に引っかかって全部がボシャってポシャっちゃうことがあるんです。この2日間そういうことが起きましたので、一応短くやってみて聞いていただければと思いますよ。